詩変化ジュネーブー詩変化は、ジャン・カルバンの下で作成された、聖書の詩編による、隠立シ編の賛美歌集である。詩編百137編プロテスタント宗教改革以前、改修による、詩変化の賛美は、一般的ではなく、修道院の聖務日課や、ミサで司祭と聖歌隊が、ラテン語で応唱するものであった。これも聖歌隊の揃わない場合は、オルガンが無言で応唱に応じる。 オルガンミサなど、儀礼的な状況が一般化していた。だが、宗教改革者カルバンは、マルチン・ブザーなどの洗礼に影響を受けつつ、礼拝において、改修全体が母国語で神を賛美するべきであると主張した。カルバン以前にも、フランスでは、宮廷貴族の間で詩辺のフランス語陰文訳が流行しており、クレマン・マロのパトロンでもあった。マルグリット・ダランソンは、 宮廷関係者のうちで最も有力な擁護者であった。カルバンも当時の人文主義者の一人として、フランス語詩変化のことを聞き及んでいたに違いないが、礼拝における詩編賛美の有用性を主張した点が、宗教改革者としての実践的強調点であった。彼は1536年、キリスト教公用書版で、詩編を歌う重要性について書いている。 また1537年1月16日、ジュネーブス参事会に対して、教会において、支変化が歌われることを求め、支変化は、私たちを励まして、この心を神に向け、賛美を持って、神の御名が崇められるように祈る熱意へと、私たちを借り立てることができるのであります。と述べている。つまりカルバンにとって、支変化は、 福音説教と同じ地位にあるものであり、神の言葉に基づく、詩変化のみで賛美することを勧めた。1538年に、ジュネーブを追放されたカルバンは、シュトラスブルクに亡命していたユグノーの改修を導いた。そこで、宗教改革を指導していたマルチン・ブツァーの下で、改修が礼拝で、詩変化を歌う様子に感動したカルバンは、フランス語による詩変化を訳し始めた。 初期の頃は、カルバン自身も訳したが、やがて1541年より、警官詩人、クレマン・マロによる翻訳が本格化すると、カルバンは自身の訳はすべて破棄してしまった。1544年に、ジュネーブを去って死去した、マロに代わりテオドールとベーズが翻訳を引き継ぎ、1562年に150編の全訳が完成した。ジュネーブ史変化は、16世紀中でも、 英語、ドイツ語、オランダ語、ハンガリー語などに訳され、スイス・フランス以外の改革派協会でも広く歌われた。ジュネーブ詩変化を特徴付けるものとして、当時のルネサンス期の作曲家たちによる124曲のメロディーが挙げられる。シュトラスブルクのマルティングライターの作曲もあるが、ルイブルジョはギオーム・フラン、ピエール・ダバンテスなどの多くのフランス人の作曲家が参加した。 カルバン自身は、詩変歌を単旋率で歌うことを厳密に守らせるため、ジュネーブでの出版は単旋率に限定したが、リオンなど他の都市では、クロード・グディメル、クロードル・ジュヌによる四世編変曲が出版された。ジュネーブ詩変歌のメロディーは、教会戦法とシャンソンがブレンドされた優雅なもので、1オクターブ内に収まる音階により1音符に1、シラブルが当てられる明快さも、 相まって、その後のプロテスタント教会の賛美歌に大きな影響を与えた。詩編全150編及び、マリアの参加、10回、使徒信条、シメオンの歌を収録した、礼拝歌集、御言葉を歌うがある。ここに収録された、詩編歌は、日本語による150のジュネーブ詩編歌による。うち14編を収録した、バッハコレギウムジャパンの CD は、 これに基づく日本で最初の CD である。その他、ジュネーブ紙変化は、賛美歌、賛美歌、第二編、賛美二21、聖歌、聖歌に数点収録されている。また、紙変招集は、スコットランド教会の伝統を組んだ、紙変化を収録している。フランスプロテスタント苦難と栄光の歩み、礼拝経典、第二部、改革教会礼拝歌集。 改革派の原点と伝統に立つ行動の教会の礼拝で現行の賛美歌と併用されることを想定しております。すなわち、ジュネーブ詩変歌150編とドイツコラール100曲を収録したものです。ジュネーブ詩変歌につきましては、日本キリスト改革派教会の全面的ご協力をいただきました。また、ドイツコラールにつきましては、生前に日本キリスト教団、 不活文有牧師のご賛同をいただいたものです。編集は、日本キリスト教会会員が中心となり、日本キリスト改革派教会会員の方々も参加されました。改革教会礼拝画集、御言葉を歌うは、このように改革派の流れを組む教会と教会員の協力によって生まれたものです。ミクタムレコード、1996年4月29日、 クリスチャン新聞2003年12月7日号 CD 紙偏賛日発売。ありがとうございます。